こんにちは。これ、この本なんですけど、アンチストレスって言って、塗り絵セラピーの本なんですね。で、まあ、これをちょっとフランスの旅行帰りの方にもらいまして、なんかポンピドー美術館で買ったとかって言ってましたけども、で、まあ、これ、こんな感じで、まあ、猫好きなんで、猫がテーマのやつを選んでくれ結構ね、まあ、日本でも出てますけど、塗り絵セラピー。結構ヨーロッパでも流行ってるみたいですね。それで、まあ、これそのまま色塗って、楽しんでもいいんですけど、せっかくなので、iPad Pro? iPad Pro とこの Apple Pencil。これを使ってですね、まあ、塗り絵セラピー。画面上でやりたいと思います。はい、それじゃあまずはこの、本の1ページをスキャンしますね。でスキャンするのに、まあ、ちょっとページ固定に今洗濯バサミみたいなものを使ってますけども、それでちょっとね固定がもうちょっとこんな感じで、私、スキャナーミニっていうアプリを使ってますけども、アイスキャナーって無料アプリでもできましたね、後でやってみたら。それで、まあ、画面合わせて、パシャッと、パシャッといけましたね。で、まあ、このスキャナーアプリのいいところは、多少斜めに撮れたりとかしてとか、あと余計なもの写っててもですね、トリミングできるんですよね、この段階で。そう今洗濯バサミ写んないようにしたりとか、そんな感じで割と便利で、で今、さっき撮ったやつから引っ張りましたら、それでこれで、スキャナーの方に保存ができたってことですね。でそれをね、右上のこの共有マークで、写真のフォルダーに入れたいと思います。カメラロールに入るみたいですよね、これね。JPEG と PDF ね、選びましたけど、JPEG でやりました。そして次、Adobe Illustrator Draw っていうアプリですね。これ無料で Adobe が配布してますが、でね、これで、まずはレイヤーのとこから、カメラロールから、ね、さっきのスキャンしたの貼り付けるんですね。まあちょっとね、経験上ちょっとちっちゃくした方が筆の太さと合うやりましたけど、それでねレイヤーを、描画レイヤーに変えますね。でね、これはね、ブラシのねペンみたいなやつで、これ筆風。そして、まあ、よく使うのはこれで、筆の太さとか、透明度70でやりました。で、ね、筆の太さ20ぐらいにしたんですけど、それでまあとりあえずちょっと塗っていきますね。まあこれねセラピーなんで、うまい下手じゃないんですよ。とりあえずそれやってる間ずっとこれなんかこのことだけ考えるのがいいみたい。そう、鼻をピンクに塗ったりとかして、じゃあハートも塗ってみようかな。で結構ねパレットはねいろんな種類あるんで、今ね目を黄色に塗りました。でちょっと I love my cat のとこに愛のとこに影つけてみようかとか、こんなことをやってみてます。でね結構これねテーマごとにいろいろあるんですよね、テーマのパレットみたいな。
んでちょっとこれを使ってで、ね、囲ったものをね長押しするとね塗りつぶせんですよね。そうこんな感じで、あまあこれで次頭じゃ描いてみようかなっていうところで、これもね囲っとくとねピタッと塗れるんで、まあ、このベタッと塗ることがセラピーにつながるかどうかちょっと私科学者じゃないから分かんないんですけど、まあまあなんか楽しければいいやって感じですよね、きっと塗り絵セラピーって。で今鼻塗るのにブラシの太さを変えました。でこういうなんかいろんな可愛らしいパレットが揃っています。今目をね赤に塗ったらいまいちだったんで、ね、で戻るでね消したんですね一回で。じゃあ目は青にしてみようかなとか、で今ブラシ補足しながらやりましたけど、うん、可愛い猫ちゃんですね。まあ、元のアーティストの方の絵がいいっていうのもありますか。今ねカラーピックアップって機能もあるんですね。でこっからはまあちょっと端折っていきますけども、まあ、こんな感じでですね、まあ、ベタ塗りもできるし、サインペンを重ねたような塗り方もできるってことで、まあこれアドビのイラストレータードローって言ってますけど、デスクトップ版のイラストレーターとはね、まあ、根本的な発想が違うんですよね。で私仕事ではイラストレーターのデスクトップ版の方をよく使ってますけども、まあ、基本的に違うんだけど、ただねアドビ CC を契約してるとこのデータはねイラストレーターに飛ばせるんですよね。でなんで今ね消しゴムとかも、ね、使えるんです。そして、最後ハートを塗って完成ですかね。まあ完成っていうか、まあこのやってること自体がいいってことなんで、まあうまい下手ではないということで、まあ、とってもね癒されましたよこれ。皆さんもいかがでしょうか。はい、あとはブログの方とおすすめ動画チャンネル登録よろしくお願いします。